みんなみんなゆずさんハートありがとうございます。かがみさん、しんたろうさん、こんばんは。あ、ちょっと待って、ガタジアさん、こんばんは。ゆずさん、流れ星ありがとうございます。先ほどはボールームのね、ね、某ハンハルルームでみんな会ったねカエサルさん、かわいい、ありがとうございます。ケンさん、ソウイチさん、こんばんは。カズオくん、こんばんは。キミザルさん、こんばんは。え、わかる、これ袖めっちゃかわいいよね。皆さん、卒論が終わりましたと言ってもまだ出してないんですけど明日出す。シュウケンさん、お刺身さん、シカオさん、こんばんは。そう、明日の午前中に出すんですけど、ケンさん、ラブレターありがとうございます。タナさん、お疲れ、ありがとうございます。ね、マジで嬉しい。もう昨日3時までやって、夜夜中ケンさん、流れ星ありがとうございます。そう、ソウイチさん、雪の結晶ありがとうございます。ヨトさん、だるまありがとうございます。総一さん、流れ星いっぱいありがとう。お刺身さん、お疲れ、ありがとうございます。カイトさん、流れ星ありがとうございます。ガウさん、こんばんは。天使の分け前さん、こんばんは。え、そう、なんか3時までやったんだけど、昨日の夜、あの、もう力尽きてダメで頭痛くて、で一回寝て、今日午後からだったんだけど、授業が10時ぐらいに起きて、もう一回やり始めて続きから、それでなんとか終わらせました。はあ、マジで疲れた。本当にもっと早くからやっとけばいいんだけどね。タカピッピさん、ゆきよさん、こんばんは。ハッピーアイスクリームさん、こんばんは。そう、そしてですよ、キミゾラさん、雪の結晶ありがとうございます。そしてです、サトシオンさん、こんばんは。そしてアメールガチイベ、先日まで皆さんにたくさん応援していただきまして、いただきました、アメールガチイベですけれども、なんと、特別審査員賞いただきまして、最終審査に行けることになりました。嬉しい、ありがとうございます。あの、最終順位はね、3位だったんですけど、はい、本当に皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。あの、みんながね、盛り上げてくれるので、そう、思いが届いたのかなと思っております。本当にありがとうございます。あとは最終審査頑張るのみということで、まあ、諦めずにね、グランプリ目指して頑張りたいと思います。一発逆転ってこともあるかもしれないから頑張ります。おめでとうって、みんなありがとう。スケヒラさん、ドリーマーさん、こんばんは。ヨトさん、ペンライトありがとうございます。あ、そうなんだ、息子さん、ヨッタさん、息子さん、大学4年生、卒論までも提出期限まだなら大丈夫なんじゃない。ドンテンさん、雪の結晶ありがとうございます。え、そう、起きれた今日はね、頑張った。サチコデラックスさん、こんばんは。さけ村上さん、こんばんは。そう、最終審査に行けることになって、あの、1位ではなかったけど、あの、審査員特別審査員賞、そう、をいただいたので、一応最終審査には行けますということになりました。ずっと1位だったから、そういうのも考慮されたりするのか、どうなんだろうね、わかんないけどね。でもそれにしてもって感じだもんね、みんなが盛り上げてくれたから、だから嬉しい、ありがとうございます。カオさん、ノリスケさん、箱石さん、こんばんは。ノリスケさん、バラありがとうございます。そして、あ、全然これはお知らせとかじゃないんですけど、サチコデラックスさん、雪の結晶ありがとうございます。そして今日私はですね、卒論が終わったぞということで、
掃除をしました。テチテチさんこんばんは。掃除した、やっと掃除した。いやなんかちまちま片付けとかをしたんですけど、シンクの掃除と洗面台の掃除がやっとできた。嬉しい。もう今日はいいこと尽くしだ。幸子デラックスさん、雪の結晶と流れ星ありがとうございます。 MS さんこんばんは。ヨットさん流れ星ありがとうございます。ハンナちゃん雪の結晶ありがとう。疲れてるの掃除ましたよ。全然ですよ。そう本当に嬉しい。もうこれでやっと私のハードスケジュールに終止符が。本当に頑張った。こんなに達成感があるものなんですね。本当に嬉しい。操縦疲れてるね。シグさんこんばんは。そう、待望の水割り掃除。ツッキーさん、革ジャン番長さん、むっちゃんこんばんは。テチテチさん、ハートありがとうございます。いや本当にね嬉しい。マジやばい。あー、なになに、ヨットさんコンコンパカクスダマありがとうございます。卵割るみたいになっちゃう。シロアルパカさん、グフさんこんばんは。テチテチさん、ハートと流れ星ありがとうございます。キムさんこんばんは。そうよかった、マジで久しぶりにこんなに頑張りましたね。シグさん、バラありがとうございます。コンコンって何。もうさ最悪本当に。もう何がって感じだね今ね。何がだよね。年寄りさんこんばんは。体調不良メンバー続出、明日の公演の競技でしょ。わあ、今インフル流行ってるからね、もうしょうがないっちゃしょうがないよね。しんどいだろうな、気をつけよ。年寄りさん流れ星ありがとうございます。グフさん、ハートありがとうございます。そう、今週末は、今週末っていうか日月で友達が来るんですよね、うちに。で私は週末に年内最後のメンテナンスに行こうと思っております。なんかカラーはもうしないの今年は、とりあえずこれ髪カラーはしなくてトリートメントだけするんですよね。何ペコリ。アルファさん、カンさんこんばんは。あーこんばんは、ペコっていうね、そういうことね。カズエさん、雪の結晶ありがとうございます。カンさん、アルファさんこんばんはって今言ったっけ。やばい。そう、クリスマスにね友達が来てくれんの。あ、一人じゃないの、久しぶりに。そうトリートメントだけする。ちょっとさすがに髪が痛みすぎてやばいからそうトリートメントだけして、でついにリファのドライヤーをお迎えしてきます。やったー、ピンク色嬉しいね。クリスマスコーン当たったけど中心です。うわっ、それはちょっとまずいな、それはまずいな。中心にならないといいね。俺も24日友達家族のパーティーに呼ばれて、うわー最高じゃん、何それ楽しそう。あとストレートアイロンがリファになったらもうすべてリファそうコテとシャワーヘッドとヘアブラシは持ってて、ロックオイルもリファで、ドライヤーが来る。あとストレートだけストレートアイロン
いいのかな、リファ。あやには持ってたんだよね。ビンシラさんこんばんは。カズオくん深夜帯160アニメありがとう。なんかこんなにいいことが重なる日ってあるんだね。嬉しい。160人って初めて行きました。ありがとうございます。そう、あやには持ってたな。こないだあのイベントでね、裏でさ、裏とか楽屋でね、普通に準備してる時にあやには持ってて、あ、スカーさんこんばんは。あ、そう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 、もう月曜日からいますよ、こちらに。お帰りにってどっちだ。関東にいます。森蔵さん、オルニストさん、インさんこんばんは。そうそうそう、そう、使ってみたいな。確かに借りればよかったね。全然そんな頭なかった、普通に。エアミナ上司に捕まって明日から大雪対応のメンバーに行きます。うわー、やだーやだね、最悪だね。なんか雪降ってんでしょ、やだね、雪も最悪だね。そう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 、未来さんこんばんは。台湾さんハートありがとうございます。こんばんは。そこを確認しました。おめでとう、ありがとうございます。本当にたくさん支えていただきましてありがとうございます。そうそうそう、長尾さんこんばんは。そうだから、なんかよ、そんなにいいなら使ってみたいなって感じだけど、なんかでも本当に髪が痛みすぎてやばい。確かに、確かにアイニャンに聞いてみたらいいんだね。リファのストレートアイロンってどうなのって。そうしよう。南国さんこんばんは。ハートありがとうございます。長尾さんこんばんは。え、そうしようかな。ハンハルルーム壇上1位決める気まずいて気まずいんですけど、それまあまあ黒か白の服には、え、嬉しい、ありがとう。たまには三つ編みとかどうなの、キモいかな、さすがにやばいかな。なんかさ、この辺とか負けたらいい気がするんだけど。あ、そうそう、あと顔周りの髪の毛切ってもらってくる。予想では買う。え、ね、やだやだやだ、ダメだよ。来年、来年、もうそんなの。リベドラさんこんばんは。え、ね、たまには良くない？なんかさ、こういうとこちょっとほぐして、こういうところ巻いてさ、こう髪の毛。そう、顔周りのさ、髪の毛も長すぎてさ、癖がついちゃってこんなになっちゃって。嫌なんです、すごい。なんかこうしたいのよね。そう。全然キモくないとか。優しいね。かわいいね。たまにはいっか。なんかこうやってね、ちょっとふわっとさせてね。ね、フラグ立ってるとか言ってもドライヤーの時みたいな、あれだよね。リブドラさん、ハートありがとうございます。それな、ドライヤーの時も、えーとか言いつつさ、頼んできちゃいましたとか言って。確かに幼く見える。三つ編みいいねって、やった。トラック、こんばんは。とても可愛い、ガチ。じゃあそんなこと言われたら調子乗っちゃうよね、やはり。こうやってさ、こうやって引き出しとけば可愛いんじゃない、ほら。え、どう？え、ウケる。なんか幼なんか幼いね。でもなんかアレンジしてる風でいいね。今度やろうかな。綺麗に結べるもん。ほんと三つ編みくらいはね、私編み込みできないんだけど、三つ編みくらいならまだできる。ヨトさん、ハートありがとうございます。こんな感じのイメージ。え、いいね、かわいいね。
え、それでさ、この辺にさ、リボンのさ、クリップとかつけちゃったらめっちゃ可愛くない？やろっかな突然。はらちゃん、こんばんは。おめでとう。ありがとう。シュルー。よし。そう、今日はもう眠いのでね、私は。次、何組さんじゃないんだよ、本当に。何組さんじゃないんだよ。桜組です。私、年長さんの時、桜組だった。年中さんは、ゆり組。年少さん梅組です。三つ編み込んでやるね。じゃあニットとか着てる時めっちゃ可愛くない？え、やろうやろう。ニット絶対可愛いよ。ニットかパーカーとかめっちゃ可愛い。あ、確かに次のイベントとかでやろうかな。 BPM188 さんこんばんは。梅組違うよそう、なんか年少が梅と桃で、なんか花だったの全部。梅と桃、年中が百合とバラ、年長が桜とタンポポだった。あ、そうで、なんだっけ、未満児みたいな子たちがつぼみ組だった。アープクさんこんばんは。スミレ組、南国さんこんばんは。と、震災特別ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。そう、私は梅ゆり桜でした。宇宙関連いいね。月組とか、そういうこと。月組とか赤黄色白、え、色、え、いろんなところがあるね。なんかさ、動物もいない？ひよことかさ。あ、確かに宝塚、確かに月組、雪組、花組とかだっけ。あれ、ちょっと宝塚全然詳しくなくてわかんないんだけどね、すごいね。全然違うね、場所によって。やっぱポコさんこんばんは。もう私は眠たいので、ゲンさんこんばんは。なんだっけ、今わかんないけど、私の頃は地元の保育園全部いる。へえ、そうなんだ。ちょっと違うかもしれないよね。変わってるかもしれないよね。マウが通ってた幼稚園も多分変わってる今。なんか建物が変わっちゃった、普通に。今ほら認定子ども園とか増えてるじゃん。なんか幼稚園とかさ、あれなんだっけ、幼稚園とか保育園とかだけじゃなくてさ、認定子ども園ってなんかどっちの役割も持ってますみたいなやつ、あれが増えててさ、それになったんだよね。もともと幼稚園だったんだけど、それになって建物自体もリフォームみたいなして、中とかも全然違うんだよね。その自分が通ってた頃と全然違うから、なんかうわ懐かしいとかじゃないみたいなそうなので、クラスもねめっちゃ減ってた。そう、まああるだけいいけどね。まだね、先生とかもね、半分までいかんかな。でも3分の1とかは全然残ってる昔の先生。私が通ってた時にいらっしゃった先生がまだ残ってたりとかしてますね。10時20分、それな、21分になっちゃった。じゃあ終わろっか今日はね。もう眠いからもう眠い怖怖いね。明日ちゃんと出してきます。はい、明日ちゃんと卒論出して、また出しました、本当に終わりましたっていう報告をみんなにしますね。リッチーさんこんばんは。ハートありがとうございます。
ね、さっさと風呂に入らないといけない。めんどくせえ。入ります。じゃあみんな、短い時間でしたがどうもありがとうございました。また明日ね。おやすみ。ありがとう。バンバーン。